こんにちは、こんばんは、おはようレイです。ちょっとね、音声がね、マイクが今、調子良くなかったんで、ノーマルに切り替えております。ここはね、埼玉県のあの、新座市の方かな？なのかな？なのかな？よくわかりませんけども。あのね、昔はね、この辺ね、散々ね、ドライブしたんだけれども、だいぶ変わってきたかな、この辺もね。四季駅っていうのがね、東武東上線の四季駅っていうのがあって、まあ、全部長えな、この工事な。で、そっちの今、駅の方にね、向かっております。四季の方は、なんか縁もゆかりもねえんじゃねえかと思う人がおるんですが、私が高校3年の時にアルバイトをしていたことがありまして、あの四季のね、駅前にね、日っていうのがありまして、日っていうね、あの、ちっちゃい、デパートまで行かないんだけど、ちっちゃいそういう、ちっちゃいデパートみたいな、まあ、ところでね、で、倒産したってもうないんだけど、その日の写真売り場の方で、カメラとかね、扱ってるところで、実はアルバイト、高校3年生の時にしておりまして、まあだから、あとは友達がこっちの方にいたりで、でルーパンとかさ、知ってるかな？ルーパンっていう、あの、ちっちゃいパスタ屋さんみたいなさ、サマーとかも酒も出すみたいなさ。で、だから高校生でも昔は、あの、酒とか飲めたんだけど、そういうお店が実はあったりして、そこが少し溜まり場みたいにもなった時期もあったかな？そういえばね。もうすぐね、今駅の方に行くかな。この付近は中継最終点エリアですよ。あれチャリンコ信号無視じゃないの？あれ歩行者の歩行者専用の信号じゃなかったっけあれって。まあいいか。まあね、こういうね、休みの日で今土曜日の夜で友達と今焼肉を食べに行って、その帰りにドライブをねしているという形で動画を撮るために。久しぶりのね、あのドライブ動画で。あのなんかね、天気も悪かったし、休みも少なかったから、なかなかね、お出かけもね、できなかったり、アウトドア系とかも全く今やれてない状況ですね。ずっとね、なんかやろうとすると雨降るっていう。あの、DIY とか車のね、ちょっと塗装、一部塗装がまだ残ってるんで、やろうかななんて思ったんだけれども、あの、全然、天気悪くてできないのが今の現状かなというところですね。タイミングがほら良ければね、いろいろできたんだけれどもというところ で、この辺がね、そろそろ四季の駅の付近になってくるのかな。だいぶ道変わっちゃったからね、微妙なんだけれども、これをくぐって反対側に行ける道路は昔なかったんだけどね、立橋があったのかな。立橋があってそっちの方しか行けなかったようですが、この辺はね、今通れるようになっちゃってるのかな。で、駅前の方に向かいたいなと思うのよ。行けるかな。多少元気かな、駅の前はね。元気だよね。こうやってね、結構人がね、多い都市でもあるわけですよ。この四季っていう地域はね。このロータリーはね、相変わらずだったかな。ずいぶんね、街並みも変わったかな。パチンコ屋はずっとあったかな、昔から。で、そっちのね、右の交差点の右の角の方に、あの、ルーパンっていうさっきのお店があったんだけど、はい、お姉ちゃんがいます。いいですね。目の保養にはいいかなと、ドライブもいいんだけど、まあね、なんていうかね、まあ、人間観察も面白いんじゃねえかなというところで、このね、右側がね、日っていうところがあったんだけど、このね、今、タイムズになっちゃってる。後ろか、このね、なんか今、マンションかなんか建つのかな、これから。で、この辺までが駅前の道で、メイン通りみたいなところになりますよと。この先行くと、朝霞とか、あっちの方になりますね。朝霞台、朝霞。
和光市とかね、和光市とかっていうのになってくるんで、反対側も行こうと思ったんだけど、まあ別にちょっと昔のね、仲間がこっちの方いたのがあって、もちろんね、住んではいないんだろうけどね、結婚してどっか行っちゃってんだろうけど、こっちの方にゴロゴロ結構お仲間がいたので、懐かしいなというところではありますね。久しくね、来てないから、ちょっと道がね、あまりおぼつかない状況になってくるんで、これまっすぐ行くのはね、あの、254川越街道にぶち当たって、池袋の方まで、これ行きます。成増とかね、その手前にあるからね、板橋区とか。で、そこ過ぎると、池袋、豊島区の池袋が来ます。まあ、たまにはこういうね、夜のね、ドライブもいいんじゃないかなというので、ちょっと朝課題の方行っても何にもねえんだよな。どうしようかな。川越街道戻ろうかな。これ、そしたら。戻って撮影した方がいいのかな。あんまり大宮とか浦和の方、左の方行ってね、行ってもいいんだけど、ちょっと遠いんだよな。で、まだね、道ごちゃごちゃ。車いるのかな？夜の今9時半過ぎたところで、まあ、最近やっぱね、値上がりとかね、値上げとか物価高とか で飲食店も値上がりしてて、なんと牛角ガラ空きでした今日ね、牛角で焼肉食ってたのよ、うん、でやっぱりね、客がね少ないね。給料日あとね、25日が給料日の人は給料日あとになるんだけど、給料日後の、これ土曜日で、しかもゴールデンタイム7時からね、ゆかコースっていうのを頼んだんだけど、まあ、ガラガラだったね。駐車場もガラガラだし、ね、中にいる客もさ、ほとんど人いねえしみたいなさ、やっぱりね、この値上げとかそういうのはね、大きいよね。まあ、値上げとかさ、物価とか高くなるのはわかるんだけどさ、庶民的にはさ、そういう気軽にもう外食とかできなくなっちゃってるよねっていう。だからね、減るんだろうけどね。お姉ちゃんがスリムなお姉さんがいましたね、今。スレンダーな、まあ、20歳ぐらいっていうか、20代前半ぐらい女性がいましたね。まあ、動画のためにね、これ言ってるんだ。これ、こっち側、右側の黒い子はわからん。よく見えん。まあ、動画見てる皆さんも、むさい男の喋りだけじゃね、どうかなっていうので、ね、あまり夜だからね、女の子があんまりいないんで、残念ながらというところと、昼間みたいにね、ちゃんと鮮明に見えないかなっていうところがあるんで、まあ、しばらくは夜のドライブを一緒にしている感じで楽しんでもらえたらいいかなというふうにね、思います。朝課題のこれね、駅の方かな、もうね、左側駅の方だね。やったのなんか、やっとトロトロしてんな。なんだろう、もうこんな時間でさ。混みようがねえだろ、こんな時間で。何やってんだよ。誰なんか道塞いでんの。赤になっちゃったよ。誰なのなんか、普通に車がいたけど。よくわかんねえやつ多いな、今。サンデードライバーとかが多いからさ。休みの日しか運転しない人みたいな。まあ、そんなのがね、ちょっとね、いるからね。道がね、詰まりやすい状況。だって、ウィンカー逆にしてさ、逆に曲がってくるバカもいたからね、今日さ。そいつが左行くかなと思って、俺は右だったんだけど、右に行こうと右折をしようとしたら、右に戻ってくるという、なんという恐ろしい、運転をするバカがおりまして、まあミニバン、大体ミニバンだよね、そういうやつって。なんだよ、こいつ、早く行けよ。あ、歩行者いたんか。させん、怒ってすいません。って感じで。あとね、こういうね、脇からね、飛び出てくるやつもね、多かったね。トラックで2台も出てきて、なんつうの、連なって最初俺、牽引されてんのかなと思って、だから、牽引フックでもついてるのかと思ったんだけど、そしたらただ単にぴったりくっついて、一緒に進んでいくみたいな人だったというね、オチとしては。なんだよ、こいつらよっていうさ、その俺の後ろなんかガラ空きだったんだけど、その前にね、なんか、
わざわざ入ろうとする神経がよくわからないよね。1台やり過ごせばあのスムーズに入れんじゃんみたいなさ、なんで危険な思いをしてまでそのなんつうの、もうこっちがいる中であえて突っ込んでこなきゃなんないんだよっていうさ、だこういうやつもそうだよな。これ俺が後ろはガラ空きなのにさ、あえてこっから出てくるわけじゃん。路外施設からこっちの優先道路に出てくるってさ、優先道路に走ってる人が優先なんだよね。だこれが多分トラブルを生む一つのね、また原因なんだよ。だから周りを見れてねっていうさ、周りのことを考えない走り方をするやつが多いって。だから煽り運転とか、まあ気違いは別として、やっぱり何かしらの知らないうちにね、自分が気づかないうちにあれ割り込みじゃねえよっていうのも、なんつうの、人から見たら割り込みだったりとか、そういうケースもあったりするから、だからね、あんまりね、その、思い込みだけで行くんじゃなくて、今大丈夫なのかな、危険な思いするならやめとこうとかさ、そういうなんか自制心とか、思いやりとか譲り合いの精神がないから、そういうのを引き起こしたりしてね、なんていうの？余計なトラブルを生むみたいなさ、なんかね、そういうのがね、あるわけですよ。あ、間違えした。まっすぐだ。右行こうとしちゃったよ。矢印に釣られて。だから、この間のね、あの動画を俺も上げましたけれども、トラックの運転手が首都高速道路の道路上でね、あの2車線を塞いで、その車をね、乗用車を止めて逃がさないようにして、で、しかもさらに関係のない他の車両もすべて巻き込んで、交通渋滞も当たり前上等みたいな感じで、あの、妨害をして、で、さらに、その中、なんていうの？普通乗用車に詰め寄って、ドアを開けるとか、恫喝をするとか、なんかね、そういうね、行為をやったわけなんですけど、そこに繋がってくるのが、なんていうのかな、あの、無理なね、その、なんか割り込みだとかさ、あとは空気読めない運転をしてるとか、そういうのをしてるから、あの、相手が怒って、で、揉めるみたいなね。だって何か原因があってね、なかったら揉めないわけだからね、気違い以外はね。で、煽り運転ももちろんダメなんですけど、いくら怒ったからといってやっていいことではないけれども、やっちゃいけない前提でお話をしますが、じゃあ、その何か揉め事って、人と人が絡むから揉め事に起きるわけじゃないですか。だからその揉め事を片方だけを厳しく取り締まるんじゃなくって、揉め事を起こさないように、他の人たちもね、他の人たちも、なんかやりゃいいんじゃないのっていうさ、お互いに気を使うみたいなさ、そういうのがね、なんでかね、なんかできないやつが多いんだよね、本当にさ。もう、それが、ね、空気を読むとか、思いやりとかさ、譲り合いとかっていう精神につながるわけじゃない。なんだかね、なんか自分弱りの運転しかしない、結局さ、なんか道交法守ってるから全て OK みたいな人もいるんだけど、その前にその流れっていうか、なんかを見て、君がね、交通の邪魔になってないかどうかっていうのを、やっぱり気にする必要があるんだよね。じゃないと、これ意味ないからさ。一人だけが安全運転をしたところで、どうにもならんわけですよ。だから、自分が、なんていうの、安全運転もちろんすんのはいいんだけど、相手に迷惑をかけない、邪魔になってない運転を心がけていかないと、他の人も走ってるわけだから、要はあなただけじゃないですよっていうね、ことですよ。なんかあんのここ。ステルス式取締りエリアとかなんか言ったね。ちょっとスピードを落としながら。考えないと戻ろう、これな。池袋行ってもしょうがねえもんな。駅前行ってもいいんだけどさ、なんか、別に取れ高もないし、この暗さだと。川越街道の方にね、戻ろうと思います。それでは、皆さんごきげんよう。じゃあね、バイバイ。